ありがとうございます。たくさんの声をありがとうございます。始まりましたブシロード TCG 戦略発表会2023秋 in 東京ゲームショーというわけで、本日の総合 MC を、務めさせていただきます前田誠二です。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん楽しまれているようで何よりでございます。さあというところで、2日間にわたって開催しておりますブシロード TCG 戦略発表会2023秋、でございますが、本日はデイ2というところで、東京ゲームショー2023のメインステージから、ブシロードスペシャルステージ&ミニライブ出陣の第一部として、ブシロード TCG 戦略発表会2023秋 in 東京ゲームショーを、お送りいたしております。ブシロードから発売しているトレーディングカードゲーム、略してTCG の魅力を、たっぷりお届けしていきます。さて会場にはね、もう皆様、たくさんの皆様が、お集まりいただいておりますけども、本当にありがとうございます。本イベントはですね、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、嬉しいですね。拍手なんていくらもらっても嬉しいですから、ありがとうございます。はい、本イベントですね、ブシロード公式 YouTube チャンネルでも同時生配信中でございます。会場の皆様も、配信でご覧の皆様も、ブシロードステージをたっぷり楽しんでいただければと思います。会場の皆様はもちろん、観覧していただきながらポスト、X ですね、投稿していただいてももちろん大歓迎でございますので、今日の感想とか、そういうのをですね、たくさんたくさんつぶやいてください。よろしくお願いします。ではまずはじめに、本日の発表会のハッシュタグ、こちらご紹介させていただければと思います。本日のハッシュタグこちら、ハッシュタグブシロード出陣ステージです。皆様たくさんの投稿をよろしくお願いいたします。さあそしてこちらのハッシュタグでつぶやいてくださった方の中からプレゼントが当たるハッシュタグキャンペーンも開催します。こちらご覧ください。はい、というわけでブシロード TCG 戦略発表会2023秋 in 東京ゲームショーに登壇した出演者の6名のサイン入りラバーマットを抽選で3名様にプレゼントします。参加方法は、ハッシュタグブシロード出陣ステージをつけて X に投稿ください。配信でご覧の皆様も、今ね、会場にいらっしゃる皆様もぜひぜひ、投稿たくさんしてみてください。詳しくはブシロード公式 X カード情報部のアカウントをご確認ください。さあというわけで駆け足ではございますが、発表の方に移っていきたいと思います。最初のパートはカードファイトヴァンガードといきたいところなんですけども、今日は東京ゲームショーの特別なステージというわけで、ちょっと特別なスタートで始めたいと思います。まずはじめはカードファイトヴァンガードからミニライブステージです。青木ひなさん、よろしくお願いします。ここで私から一つお知らせがございます。こちらです。私、青木ひなが全国各地で行う無料ミニライブ&弾き語りのイベント、ブルートリップが、なんと全6店舗のカードゲームショップにて開催することが決定いたしました。さらに青木ひなオリジナルのヴァンガードの PR カードも配布予定でございます。日時、店舗などの詳細情報はブシロードミュージック公式ホームページをご確認ください。皆様のご参加お待ちしております。よろしくお願いします。ということで以上、青木ひなミニライブでした。ありがとうございました。元気ですか？ありがとうございます。はい、それではここからはですね、ブシロード TCG 戦略発表会2023秋 in 東京ゲームショーヴァンガードパートを始めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。配信の方もありがとうございます。今回進行を務めさせていただきます、ヴァンガード大倉めぐみ役、新田までです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてヴァンガードパートを一緒に盛り上げてくださるのはこの方。はい、
カードファイトヴァンガードウィルダレス羽山うらら役の鏡香凛です。よろしくお願いいたします。そして、はい、ハロナウォーカー役の青木ひなです。よろしくお願いします。お願いします。お二人ともよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこちらのヴァンガードパートではカードファイトヴァンガードの今後の商品情報やアニメの情報などをお伝えしていくんですが、まずはカードファイトヴァンガードについて少しだけ解説させていただきたいと思います。この中でカードファイトヴァンガード知ってるよって方、ありがとうございます。じゃあ初めて聞くよとか、初めてまだやったことないよとかいう方、いらっしゃる、ありがとうございます。今日知ってぜひ始めてみてください。それではご紹介させていただきます。カードファイトヴァンガードは2011年に発売された10年以上の歴史を持つ1対1の対戦型オリジナルカードゲームとなっております。カードを原作としたアニメ、コミックスなどのメディアミックスも展開され、アニメは現在17シーズン550話以上放映されております。すごいですね。ねえ、10年以上、うん、いやー、とっても長いということは、はい、私たちがまだ子供だったり学生だったりね。そうですね、私たち同い年ですもんね。あ、そうだ、そうですね、この2人同い年で、歴史が長いですね。はい、あのメディアミックスだと映画だったり舞台だったりもやっていたりでね、ぜひです、こちらもチェックしていただけると嬉しいです。さらに現在では日本語版を含む全7言語で商品展開されており、世界で40以上の国や地域で販売され、世界中にプレイヤーを増やし続けているトレーディングカードゲームとなっております。海外の方、おー、 Thank you so much for coming。 英語出た。はい、そうなんですよね、あの英語版のアニメ、英語版では、はい、うらら役も鏡さん務めさせ、そうなんです。 Hello, I am the voice of Urara Haneyama in English version of Vanguard Card Fight Vanguard World Dress Series。 よろしくお願いします。すごい、英語版の、同じ羽山うらら役も今担当させていただいておりまして、絶賛収録頑張っている最中でございます。素晴らしいでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなアニメビルドレスですが、現在放映中のシーズン3がクライマックスを迎えております。こちらです。アニメウィルドレスシーズン3、昨日第11話が放送され、シーズン3も残すところあと2話となってしまいました。第10話ではお二人が演じるうららとはるなのファイトが見られましたが、お二人放送見られていかがでしたか？いや、なんか熱いファイトだったんですけど、なんか可愛いなっていう風に思いましたね。はい、そうですね、うららちゃんが中学1年生で、はるなちゃんが小学校6年生なんですけど、うん、なんというかファイトはすごくかっこよかったんですけど、はい、口喧嘩がなんとも小学生、子供らしいというか。そうですよね、なんかファイト中にもその2人の個性というか、はい、そのキャラクターたちの思いとかが、はい、あの見えるっていうのがすごい面白いところですよね、はい、アニメの中で、はい、はい、このね、2人のキャラクターだけでなく、もっともっと個性豊かなキャラクターたくさんおりますので、ぜひぜひ見てくださったら嬉しいです。カメラそこら辺かな。あ、いたー、ありがとうございます。はい、アニメウィルドレスシーズン3もいよいよクライマックスです。最後までぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そしてですね、ウィルドレスの物語はまだまだ終わりません。こちら、アニメウィルドレスの正統続編、カードファイトヴァンガードウィルドレス D2 コミカライズ化決定でーす。続編なんですね。そうなんです、こちらはですね、カードファイトヴァンガードターンアバウトの影山直之先生が描くウィルドレスの世界観を踏襲した新たなヴァンガードのコミカライズとなっております。うららちゃんもいらっしゃいますね。いる、はい、めぐみちゃんもいらっしゃいますと、なんとか新しいキャラクターもいらっしゃいますね。いらっしゃいますね。このね、続きがどうなっているのかはですね、こちら10月6日発売のコミックス &TCG 最強マガジン月刊武士ロード11月号から連載スタートとなります。こちらのコミカライズお楽しみに。はい、はい、それでは、ありがとうございます。すごい温かい会場、ありがとうございます。
それでは続いてカード情報をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、ファイターズルールの更新のお知らせなのですが、本配信では時間の都合上ファイターズルールの更新の内容についてのみ発表を行いたいと思います。それではどうぞ。はい、あ、ちょっとざわざわしておりますね。今回のファイターズルール更新は記載の通りとなっております。スタンダードにて新たな制限が2件、制限解除が2件となります。発表内容以外のカードの使用制限については現在の内容から変更はございません。今回発表したファイターズルールの施行は2023年9月29日からとなります。ただいま発表したファイターズルールの更新は本日公式ホームページでも公開予定となりますので、詳細はそちらをご確認ください。よろしくお願いします。以上、ファイターズルール更新のお知らせでした。ありがとうございます。続いては今後発売される商品からのお知らせです。まずは今後の発売スケジュールから見ていきましょう。こちら、はい、こんな感じになっております。はい、来週発売のねブースターパック13弾は新しいリアノン、リアノンリバーチが収録されるんですよね。皆さんアニメ見てくださいましたか？ぜひぜひ ね、こちらもゲットしてね、プレイして遊んでいただければ嬉しいです。はい、その他にもリリカルブースター、ストライドデッキセット、トリプルドライブブースターと年内だけでもたくさんの商品が発売されますね。はい、さらにですね、2024年1月のアニメ放映に合わせて新たなスタンダードの商品展開も用意しておりますので、2024年のアニメ放映と合わせてお楽しみにお待ちください。それではまずは10月13日発売のリリカルブースターの情報です。こちら、本日はリリカルブースター第4弾、リリカルモナステリオいたずらしちゃうぞに収録される新たなカードの続報をお届けいたします。ついにリリカルモナステリオにあのアイドルたちが収録されます。こちらです、どうぞ。あらー、わー、かわいい。ということで、ついにリリカルモナステリオにエンカウンターカードが登場。プリズムプロミス、ラブラドル、レイテ、ケルトがエンカウンターユニットで収録です。ありがとうございます。お二人いかがですか？いや、すごいなんか歓声がすごく上がっているのもすごく気持ちが分かって、とっても可愛いですよね。可愛いね。それがすごい可愛くて素敵ですね。はい、もうね、多分配信の方でもコメント欄がすごいことになっていると思うんですけども、まあこれだけじゃないんです。あら、さらにこちらのユニットも収録されます。どうぞ。あら、トップアイドルパシフィカのエンカウンターユニットで登場です。わー、ありがとうございます。こちらね、もうバミューダトライアングルやっていたよっていう方とかね、もうすごくすごくもう泣いている方とかもいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、いかがですかお二人？いやー、こちらももうね、イラストが、私たちバミューダトライアングルのアイドルたちもこう尊敬するトップアイドルのパシフィカ様がこのねリリステにも登場、本当に私も嬉しいです。こちらのカードの詳細は終盤やどこ版でもお届けしていきます。リリカルブースター第4弾、リリカルモナステリオいたずらしちゃうぞは10月13日発売です。皆さんお楽しみに。はい、ありがとうございます。続いてはついに来週発売となるブースターパック第13弾天輪飛翔のお知らせです。はい、こちらのブースターパックにはですね、アニメに登場したユニットはもちろんコラボカードも収録されておりますが、お二人、どんなところが楽しみですかね？いやー、そうですね、もうね、ちょうど私たちも今ね、はい、リアルタイムでアニメを追っかけている最中なので、そんなアニメにね、登場したカードもこの中に収録されるということで、めちゃくちゃ楽しみです。ですね、青木さんは、はい、この天輪飛翔、ね、私実は CM やらせていただいて、なるほど、迷子とコラボで CM を出させていただいたんですけど、ラーナちゃんのキャラで天輪飛翔って言って面白い効果っていう CM があるんですけど、皆さん見てくださった方いますか？はい、公開されているんですね。そうなんです、だから本当に面白い効果があるので、はい、とっても私も発売が楽しみです。あー、
さあそんな、発売が楽しみなこの天輪師匠の、コラボカードから、ご紹介させていただきたいと思います。それではこちらです。はい、天輪師匠には雑誌アフタヌーンとのコラボカードが収録されます。ありがとうございます。さらに明日25日発売の月刊アフタヌーン11月号に PR カードもついてきます。こちらも皆さんぜひぜひ手に入れてください。よろしくお願いします。さらにこちらのコラボカードも収録です。どうぞ。はい、ただいまお話がございました。ありがとうございます。天輪師匠にはバンドリコラボカードも収録されます。私が出演している、演じさせていただいているモルフォニカのカードと、そして私が出演しております迷子のコラボカードが収録されます。ありがとうございます。ね、実際にねこの私たちのバンドのカードがヴァンガードにも登場するのとっても嬉しいですよね、はい、嬉しいです ね、 ねもうマシロちゃんなんてザ・クラタマシロみたいな、ね、あのアニメのまんまの効果になっておりますので、ぜひ、うん、ぜひぜひ皆さんゲットしてくださったら嬉しいです。そしてですね、こちらどちらもなんとバンドメンバーでデッキが組めちゃうので、アニメを見た方ぜひ手に入れて遊んでみてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そして天輪師匠にはコラボカードだけではありません。魅力的なユニットたちもたくさん収録されています。ということで、そんな魅力的なユニットたちが登場するユニット PV をご用意いたしました。こちらをご覧ください。ございます。皆さんいかがでしたか。 ありがとうございます。お二人もいかがでしたか。いや、迫力がすごくまず映像がとっても綺麗なのと、うん、なんか豪華な BGM も相まって、なんか、うん、映画みたいじゃなかったですか。最後のクレジットの感じのなんかあれもすごく映画の予告みたいで、なんかワクワクしましたね、うん、かっこよかったです、ね、ユニットごとにね、下にある言葉というか、はい、ストーリーも違かったりね、はい、なんだかちょっとうるっとくる、ねユニットもいらっしゃったので、ぜひぜひ皆さん、感想この後たくさんツイートしてくださったら嬉しいです。はい、ブースターバック第13弾天輪師匠は今週9月29日金曜日発売です。今週の終盤でも新カードの紹介と実物紹介があるので、皆さんお見逃しなく、よろしくお願いします。ということで、あっという間でしたが、以上でカードファイトヴァンガードのパート終了となります。最後にお二人から一言ずついただきたいと思います。ありがとうございます。それではお二人前にどうぞ、よろしくお願いします。はい、それでは青木さんからよろしくお願いします。はい、改めてハロナウォーカー役の青木ひなです。本日ありがとうございました。冒頭に歌唱をさせていただいたんですけど、楽しんでいただきましたでしょうか。いやありがとうございます。ウィルドレス3ですね、まだ残すところ2話残っておりますので、私こちらエンディングの方を歌唱させていただいております。そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。はい、
改めまして羽山うらら役の鏡かりんです。今回ね、私戦略発表会でこんなにたくさんのね方がいらっしゃる前でいろいろね情報をね発表させていただいたり一緒にね新情報を聞くのが初めてだったので、もうこんなにねたくさんの方と一緒にこの新しいヴァンガードのね情報のワクワクだったり、アニメ楽しかったの、面白かったね、楽しみだねっていうのをね共有しながら、お届けできたことがとっても嬉しかったです。ヴァンガードね、まだまだ初めて知ったよという方、ちょっと興味あるなとね思っていただけていたらね、ぜひアニメだったりカード手に取ってくださったら嬉しいなと思います。これからも、アニメの方もいよいよクライマックスですので、ぜひ引き続き、楽しんで、盛り上げていってくださったら嬉しいです。本日はありがとうございました。はい、それでは最後に、大倉めぐみ役の椎名天音です。本日はありがとうございました。ありがとうございます。配信の方もありがとうございます。そうですね、こうしてこんな大きな、ステージでこう戦略発表会、そしてヴァンガードステージができたことがとても光栄ですし、やっと皆さんにリリステアンバサダーとしてバミューダトライアングルのみんなが登場するのを、こうお届けできてとっても嬉しかったです。アニメもあと2話、そしてまだまだカードは続いていきますし、2024年には新たな、シリーズが始まるとのことで、ぜひぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。この後も東京ゲームショー続いていきます。戦略発表会も続いていきますので、お楽しみに、楽しんで一日をお過ごしください。ありがとうございました。それでは引き続きブシロード戦略発表会をお楽しみください。せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでカードファイトヴァンガードの発表でございました。ミニライブから始まったスペシャルなステージでございましたね。アニメも残すところあと2話、皆様どんな展開になっていくのかぜひ、ご注目ください。よろしくお願いします。さて、初めにもお伝えさせていただきましたけども、本日は TCG 戦略発表会2023秋の Day 2となっております。ここからは22日に開催しました Day 1 の情報を、振り返っていきたいと思います。はじめはこちらです。さあ、キャラクターカードゲームリバース 4U でございます。はい、ありがとうございます。リバースはアニメやゲームのキャラクターに加えてプロレスラーさんも、カードになっているといういろいろなキャラクターで遊べるカードゲームでございます。リバースオリジナルキャラクターたちが活躍するアニメもありまして、こちらは YouTube でいつでも視聴可能となっております。さあ、こちら大きな特徴は覚えやすく、そして分かりやすいルール、10分ぐらいで気軽に遊べる、というものになっております。まあ、カードゲームに興味あるけどまだちょっとね難しそうって思う方にもおすすめのゲームとなっております。またですね、ゲーム開始以来禁止制限カードが1枚も出ていないというのも特徴でございます。発売から3年6ヶ月の記録更新中で、今開催中のワールドグランプリ2023でも多くのデッキが選択されております。リバースは日本一を目指して、強さを求めて、遊ぶ遊び方ももちろんできますけども、お祭りのような、ね、イベントもたくさん開催しております。リバースオリジナルアニメに出演している声優さんもゲストに参加されたりと、運が良ければもしかしたら対戦も楽しめるかもというね、気軽に参加していただけるイベントもたくさんやっておりますので、キャラクター TCG リバースのこれからにぜひご注目ください。というわけで、まずはじめはリバース 4U の紹介でございました。ありがとうございます。さあ、続いてこちら、本格スマホ e スポーツシャドーバースのリアルカードゲーム化企画、シャドーバースエボルブです。
さあこちら2023年10月で 1.5 周年を迎えるシャドーバースエボルブからは2つの情報をお届けします。まずこちら、日本一を決める大会ジャパンチャンピオンシップにつながる新たな大会オープン8マスターズの開催が決定しました。さあオープン8とは、こちらですね、未開封のパックを開けて出てきたカードのみでデッキを構築する対戦形式になります。参加者や上位入賞者の方には本大会限定の PR カードが贈られたり、ジャパンチャンピオンシップへの参加権利を、獲得できる魅力的な大会となっております。ぜひエントリーいただければと思います。さあそしてこちら、ブースターパック第8弾次元混沌の発売が決定しました。さあこちらは、シャドーバースの第11弾カードパックアルタースフィア、そして次元歪曲のカードを中心に収録されており、さらに既存のデッキを強化することができるカードも収録予定です。他にも2023年秋はブースターパック第7弾神羅鋼鉄の発売や2000名規模の大型大会、こちらですね、グランプリ2023オータム千葉の開催など注目の展開が盛りだくさんとなっております。この機会にぜひシャドーバースエボルブに触れていただければと思います。よろしくお願いします。さあでは最後はこちら、バイス・シュバルツ・ブラウのご紹介です。バイス・シュバルツ・ブラウはバイス・シュバルツの姉妹ブランドとして15周年特別企画の一環として誕生した姉妹ブランドでございます。新ブランドですね。バイス・シュバルツとは違った作品が数多く参戦しているのが大きな魅力のカードゲームとなっております。早速今、参戦している作品をちょっとご覧いただきましょう。次のスライドドン。さあというわけのこんな感じのラインナップですね。名探偵コナンやストプリにちいかわなどなど、バラエティ豊かな作品が数多く参戦しております。はい、こちらのね作品のカードを使って対戦するだけじゃなくて、まあもちろん対戦もあって、そしてお気に入りのカードを、コレクションしたりデコレーションしたりと、そういった公式イベントも開催されております。対戦だけにとどまらないカードゲームの魅力をさまざまな角度から楽しめる、イベントがね開催されてますので、そちらもブラウの魅力の一つかなと、思います。こちらぜひよろしくお願いします。さあそしてそんなブラウの今後発売される作品一覧ご覧ください。どうぞ。さあというわけでこちら、ブルーロックや文豪ストレイドックスなど、10月以降にも魅力的な作品がたくさんございます。こちらですね、ブラウンにはブースターパックとスタートデッキの2つの商品がございまして、ブラウンを始めてみたいという方はすぐにゲームを始められる、50枚のデッキ、そしてルールの、遊び方が分かる、ガイドなどがまとめて手に入るスタートデッキがこちらまずはおすすめでございます。でそしてですね、そちらとブースターパック、そして、ごめんなさい失礼しました、スタートデッキ、そして、スタートデッキでの対戦に慣れてきた方やパックの開封、こちらも醍醐味ですよね。楽しみたいという方はですね、ブースターパック、こちらがおすすめでございます。ブラウンのですねブースターパックには、キラキラ加工のカードが1パックに1枚必ずね、キラキラのカードが入っているという仕様になっておりますので、こちらね開封だけでもかなりワクワク、止まらないと思いますので、皆さんぜひ、バイス・シュバルツ・ブラウンもよろしくお願いいたします。というわけでバイス・シュバルツ・ブラウンの、紹介でございました。ありがとうございます。はい、というわけで申し訳ございませんね、かなりね駆け足にはなってしまったんですけども、私からはリバース・フォー・ユー、そしてシャドーバース・エボルブ、そしてバイス・シュバルツ・ブラウの、紹介をさせていただきました。この3つのタイトル、もっともっと魅力知りたいなって、思ってくださった皆さんは、こちらですね、22日、今月の9月22日に開催した TCG 戦略発表会2023秋のアーカイブございます。こちらブシロード公式 YouTube でアップされておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでありがとうございます。ではでは皆様待ち遠しいと思いますので、早速次の発表に行きたいと思います。続いての発表はバイス・シュバルツです。よろしくお願いします。発表
協会をご覧の皆様、こんにちは。バイスシュバルツオフィシャルアンバサダーを務めていますホロライブプロダクション所属星町水星と、同じくバイスシュバルツオフィシャルアンバサダーを務めていますホロライブプロダクション所属さくらみこです。わあ、皆さんみこメットです。みこメットだ。はい、初めまして。あ、どうもどうも。はい、ここからはバイススバルツパートの発表をお届けしていきたいと思いますが、うん、その前に、はい、そもそもバイススバルツってどんなゲームなのというのを簡単ではありますが、ミコたちからご紹介できればと思います。はい、お願いします。はい、それではこちらをご覧ください。ババーン。はい、じゃあスイちゃんからお願いします。はい、バイスシュバルツは2人で対戦して遊ぶトレーディングカードゲームです。今では130を超えるアニメやゲームなどの様々な作品が参戦していて、今年の3月にはなんと15周年を迎えました。おめでてー、すごい。大好きな作品で遊んだり、好きなキャラクターのカードを集めたり、楽しみ方は無限大のカードゲームです。その歴史も長くですね、参戦作品がとっても多いので、うん、大好きな作品をずっと楽しむことができる世界ナンバーワンのキャラクター TCG、 それがバイスシュバルツです。はい、今年はバイスシュバルツ15周年イヤーとして、様々な秘策やたくさんの人気作品の参戦を控えています。本日はそんなバイスシュバルツの新情報を発表していきますので、皆さん最後までぜひお楽しみくださいね。それではオープニングトークはここまでにして、本日の進行をこちらの方にバトンタッチしたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは、ね、みこちゃん、すいちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、もういない。はい、ということで改めまして皆さんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。改めまして本日の進行を務めますバイスシュバルツパーソナリティの渡瀬ゆずきとガガールカです。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。さてさて、ここからはバイスシュバルツの最新情報として新規参戦作品の発表を中心にお届けしていきます。はい、またバイスシュバルツのツイッターアカウントにて新規参戦タイトルの発表と同時に好評いただいておりますバイスシュバルツ参戦記念リツイートキャンペーンをタイトルごとに開催いたします。キャンペーン施策が盛りだくさんとなっておりますので、皆さんふるってご参加ください。はい、ということでそれでは早速ですが、最初の発表はこちらです。プレミアムブースターマクロスデルタ2024年1月25日発売決定です。ありがとうございます。こちらの商品はですね、テレビアニメマクロスデルタに加えて劇場版マクロスデルタ劇場のバルキューレ、劇場版マクロスデルタ絶対ライブのカードが収録されます。マクロスシリーズからは劇場版マクロスフロンティアが2011年に参戦していたので、なんと12年ぶりの登場となります。劇場版マクロスフロンティアのカードと組み合わせてデッキを組むこともできるので、すでにデッキをお持ちの方も新しくデッキを組む方にもおすすめな商品です。さらにプレミアムブースターと同じ日に発売するこちらの商品に PR カードの封入が決定いたしました。こちらのスライドどうぞ。はい、マクロスシリーズの完全新作ゲームマクロスシューティングインサイトに初回生産パッケージ版購入特典として PR カードを封入いたします。ゲームのキービジュアルを使用したキラキラ光るホロ加工の豪華なカードとなっております。バイスシュバルツと同時発売となりますので、ぜひこちらも合わせてチェックをお願いいたします。はい、続いては来月任天堂スイッチにて発売されるこちらの作品です。それではどうぞ。エクストラブースターリア世界2024年1月19日発売決定。おお、はい、こちらリア世界はブシロードと袴のタッグが送る完全新作アクション RPG で、早くもバイスシュバルツへの参戦が決定いたしました。この後にございますブシロードゲームズ発表会のリア世界パートにて、どんなゲームなのかなど作品の詳細についてご紹介いたしますので、ぜひ最後までご視聴いただき商品発売を楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、どんどんいきます。続いては9月に3周年を迎えたこちらの作品です。それではスライドどうぞ。ブースターパックプロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクボリューム2が2023年12月22日に発売決定しました。
年内ですね、昨年2月にトライアルデッキ5種とブースターパックが発売され、バイスシュバルツでも大人気のプロセカからブースターパック第2弾が登場です。既存のデッキを強化するカードから、ここから初めても遊べるカードまで幅広いカードを収録予定なので、初心者から上級者までお楽しみいただける商品です。商品発売まで楽しみにお待ちください。はい、ここでとある作品にご出演されている声優さんよりビデオメッセージが届いておりますので、ご紹介させていただきます。それではこちらをご覧ください。どうぞ。発表会をご覧の皆様、こんにちは、種崎あつみです。本日はあの作品がバイス・シュバルツに参戦するということで紹介に参りました。今回参戦するのは、生きとし死せる全ての人たちに捧ぐあの作品です。皆さん、どの作品か思い浮かびましたか？それでは早速、とっておきの魔法で参戦作品を紹介しちゃいましょう。 PV を流す魔法、行こうか、人の心を知る旅路へ。私はみんなのこと何もわからない。私を知ろうとしてくれたことがたまらなく嬉しいのです。人は死んだら天国に行くんですよ。僕たちは確かに実在したんだ。そうだね。同じ道を選んだ、それだけだった。早々のフリーレン初回2時間スペシャル、9月29日金曜ロードショーで放送。ということで、英雄たちの生き様を紡ぐ後日談ファンタジー、テレビアニメ早々のフリーレンが早くも参戦決定しました。トライアルデッキとブースターパックがそれぞれ発売決定です。フリーレンたちの旅路がどのようなカードになるのか、商品発売まで楽しみにお待ちください。改めまして、早々のフリーレンの初回テレビ放送はいきなり2時間スペシャルです。9月29日金曜日夜9時より日本テレビ系金曜ロードショーにて放送されます。ぜひご覧ください。それでは引き続き発表会をお楽しみください。はい、種崎さん、素敵なメッセージありがとうございました。それでは早々のフリーレンの発売日情報です。こちらのスライドをどうぞ。はい、トライアルデッキが12月22日発売、ブースターパックは2024年春発売です。来週から始まるアニメ放送と合わせて、ぜひこちらの商品もチェックしてください。続いては6月に劇場公開されたこちらの作品です。それではスライドをどうぞ。ブースターパック青春豚野郎シリーズ、2024年3月15日発売決定です。こちらの商品は、青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ないと、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないの2作品を収録したブースターパックです。青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ないは6月より劇場での上映を開始、公開3日間で、観客動員数11万人を記録した大人気作品となっております。また青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないは、コント劇場公開予定の青豚高校生編完結の物語になります。青豚シリーズはバイスシュバルツでも根強い人気を誇り、本商品でブースターパック第3弾目となります。本商品で既存のデッキを強化いただいたり、ここから始めてみるのもおすすめの商品となっておりますので、商品発売までぜひお楽しみにお待ちください。はい、続いては今月放送され劇場で上映もされたこちらの作品です。プレミアムブースター5等分の花嫁、2024年3月8日発売決定。こちらはテレビスペシャルアニメもとっても盛り上がっており、続弾を期待されていた方も多いのではないでしょうか。プレミアムブースター姉妹それぞれのデッキを強化したり、新しいデッキを組んでみてください。そしてあのラジオ番組が再びということで、こちらのスライドをどうぞ。はい、バイスシュバルツプレゼンツラジオ5等分の花嫁、10月2日より TBS ラジオにて毎週月曜日21時から放送決定。メイン MC は前回のラジオに引き続き天心の向井聖太郎さん。毎回ゲストに出演キャストを迎えして、アニメの振り返りやここでしか聞けないトークをお届けいたします。もちろんプレミアムブースター5等分の花嫁の最新情報もお届けいたしますので、ぜひ商品とラジオを合わせてお楽しみください。
続いては今年の4月にリリース5周年を迎えたこちらの作品です。こちら告知ムービーがございますので、まずは映像をご覧ください。ということで、ご覧いただいた通りトライアルデッキアイドルマスターシャイニーカラーズ翼プロシーズブースターパックアイドルマスターシャイニーカラーズシャインモアが2024年4月26日発売決定です。ありがとうございます。2021年にブースターパックが発売され、アイドルマスターシリーズとして根強い人気を誇るアイドルマスターシャイニーカラーズの第2弾が登場です。前回収録された23人のアイドルはもちろん、七草にちかや明田美琴、イカルガルカなどのアイドルたちのカードが新たに収録されます。トライアルデッキも同時発売され、シーズのデッキも組めるようになりますので、ぜひトライアルデッキとブースターパック合わせてチェックしてください。そして新商品の情報に加えてこちらのお知らせです。スライドをどうぞ。たくさんのご要望をいただいておりましたブースターパックアイドルマスターシャイニーカラーズの再販が決定いたしました。10月18日よりこちら順次出荷開始です。お近くのカードショップ屋さんや、家電量販店にてぜひお買い求めください。そしてさらに再販を記念してこちらの企画が決定いたしました。スライドをどうぞ。アイドルマスターシャイニーカラーズ PR パック配布が決定いたしました。11月12月に開催されます月齢ショップ大会に参加した方に PR パックを1パックプレゼントいたします。 PR パックには全6種プラスパラレル6種から1枚を封入しております。11月と12月はこちらの PR パックとショップ大会参加賞がもらえるので、ぜひたくさん参加して PR カードを集めてください。はい、以上が参戦発表となります。それでは最後に今後の発売商品をおさらいしましょう。それではどうぞ。ちょっと待ってください。まだ発表が残ってますよ。そうですよ、ここで言わないのならせっかくなので私たちからこの情報を発表したいと思います。それではこちらをどうぞ、はい、プレミアムセットホロライブプロダクションフューチャリングバイシスバルツアンバサダー、はい、フィーチャリングですね。こちらが2024年発売決定です。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。みこたちはこの春よりバイシスバルツの15周年をナビゲートするオフィシャルアンバサダーに就任いたしまして、はい、私さくらみこ、星町水星、ムーナ星のば、高梨キアラの4人でバイシスバルツの PR 活動をさせていただいております。この度はそんな私たち4人をピックアップしたスペシャル商品の発売が決定いたしました。こちらの商品はデッキとサプライがセットになっていて、スリーブとデッキホルダー、そしてストレージボックスが同梱されています。ゲームを遊ぶのに必要なものが全部揃っているので、ここからバイシスバルツを始める人にすごくおすすめな商品となっております。この商品のために新規イラストもたくさんあるので、バイシスバルツをまだ遊んだことないよという方はぜひぜひ手に取っていただけると嬉しいです。以上私たちからのお知らせでした。ホロライブプロダクションフィーチャリングバイシスバルツアンバサダーでレッツバイシスバルツ。はい、さくらみこさん、星町水星さん、商品紹介ありがとうございました。こちらね、プレミアムセットの発売が待ち遠しいですね、うん、そしてさらに本日は大会情報もございます。こちらのスライドをどうぞ。はい、ホロライブプロダクションプレミアムカップが開催決定。12月の全国の武士ロード公認店舗にて開催いたします。参加賞は書き下ろしイラストを使用した特別 PR カード、さらに上位賞は豪華キラキラ加工の白押しカードとなっております。ぜひ大会に参加して PR カードをゲットしてください。はい、ということでそれでは本当に本日発表した作品を含めた商品発売スケジュールをおさらいいたしましょう。それではスライドをどうぞ。
はい、直近では9月29日にボッチザロックですね。そしてトライアルデッキと PR パックが一緒になったトライアルデッキプラスバンドリ迷子が発売されます。さっきひなちゃん言ったからね、なんか既視感感じましたけどもね。ね、またなんか歌うんですかね、今日もどこかでね。さあどうでしょうかね。さあ、まあ、こちらもぜひね楽しみにしていただいていて、で他にもたくさんのタイトル発表されております。こちらもぜひチェックしてください。はい、続いて大会レギュレーションに関わるシーズンメンテナンスについてのご案内です。こちらのスライドをどうぞ。今回のシーズンメンテナンスでは使用制限の変更はございません。1月の制限改定では10月より開催の WGP2023 の結果などを踏まえて発表させていただく予定です。それでは最後にこちらのお知らせです。11月2日東京ガーデンシアターにてヴァイス・シュバルツ15周年記念ライブを開催いたします。本日 VTR で登場いただいているさくらみこさん、星町水星さんによるミコメットの出演も先日発表となりまして、ヴァイス・シュバルツにゆかりのある総勢10組の豪華アーティストが出演となります。これはルカちゃんもね出演するんだよね。はい、私はシークフェルト音楽学院中等部としてこちら出演させていただきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、こちらチケットはただいま二次選考受付中で、締め切りがなんと明日の9月25日23時59分までとなっております。ヴァイス・シュバルツ15周年を飾る記念ライブイベントとなっておりますので、ぜひお見逃しなく振るってご応募ください。はい、この後も発表会は続きます。それでは引き続きお楽しみください。ありがとうございました。楽しんでてね。バイバイ。ありがとうございました。それでは以上でヴァイス・シュバルツの発表は終了となります。本日の発表はいかがでしたでしょうか。いろんな情報がたくさんあったし、プレミアムセット、ホロライブプロダクション、フィーチャリング、そうですね、ヴァイス・シュバルツアンバサダーの発売もあって、今からとっても楽しみですね。はい、本日の発表内容は発表会終了後ホームページでも公開いたしますので、見逃したって人もおさらいしていただいたり、見た人はお友達におすすめしていただいたりなどしていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。それでは今日は以上となります。お相手はホロライブプロダクション、さくらみこと星町水星でした。皆さん本日は誠にありがとうございました。バイバイ。はい、というわけでヴァイス・シュバルツの発表でございました。さて、ここまでブシロードの TCG5 タイトルを紹介してまいりましたが、どの TCG にもそれぞれのカラーがあったかと思います。興味をね持っていただいた、TCG 皆様ありましたでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、日頃ね、興味を持っていただいている皆様も、今日初めて知ったよという方もぜひぜひ、ブシロードの TCG 楽しんでいただければと思います。さあ、というわけでブシロードスペシャルステージ&ミニライブ出陣第1部をお送りいたしました。ブシロード TCG 戦略発表会2023秋 in 東京ゲームショー終了のお時間が近づいてまいりました。第1部ですね、こちら。はい、今後のブシロード TCG に皆様ぜひぜひご注目ください。よろしくお願いします。